も船で1話、普通にいいところで終わった。ドラゴンいきなり仲間にする展開なんですかね。主人公の27歳が3歳になってめちゃ可愛いから、それだけでもまあ見る価値はあるんですよね。あとエンディングのフェルトも可愛いね。過労死で亡くなって、地位と能力じゃなくてモフモフ希望ってのが、まあ他の転生ものと差別化できてて、個人的には良かったと思いました。アニメに癒しを求める人にはおすすめできるアニメです。以上、モフナでのお話でした。